柳町隆造は、日本の生殖生物学者、理学博士、範囲大学名誉教授、北海道札幌市出身、哺乳類の受精過程について一連の機構を明らかにした、生殖医療に広く用いられる、体外受精、顕微受精などの開発者として知られ、これらの技術は今日世界中で広く臨床、応用されている。 また、哺乳類におけるクローン動物作成においても、その先駆者の一人である。1997年、世界初のクローンマウスを作成することに成功し、開発地にちなみその方法は、ホノルルテクニックと呼ばれている。最初に生まれた、クローンマウスは、その由来体細胞にちなみ、キューミューリーナと名付けられた。北海道江別市で生まれ、4歳から札幌市で育つ。 長岡藩士だった祖父の代から北海道に移り、商人となった。北海道大学附属土木専門部を経て、1952年、北海道大学理学部卒業。1960年理学博士。研究職に就くことができなかったため、札幌市内の高校に理科教諭として就職。1年間、高校教師を務めた後、退職し、 米国のウースター財団実験生物学研究所 MC ちゃん博士の研究室にポストドクトラルフェローとして採用された。この間、チャン博士の下でハムスターを用いた体外受精に成功。この研究は、囲碁の人や他の哺乳類の体外受精法の確立につながる先駆的な研究であった。1964年、北海道大学に非常勤講師として戻り、 助教授に採用される予定であったが、教授会による選考で別の人が採用され、職を得ることはできなかった。1966年、ハワイ大学に新設された医学部に助教授として採用され、後、教授となった。38年間にわたり、ハワイ大学で研究者生活を送った後、2004年末に第一線を退き名誉教授となった。しかし、 その後も若手研究者と研究生活は続けている。ヒ子夫人はもともと児童心理学者であった。夫と渡米の際、語学上の限界のため児童心理学の分野で職を得ることはできなかったが、電研技術者に転向し、柳町と共に仕事をしている。1998年に柳町の研究グループは、ネイチャー氏にマウス対細胞クローンの作成についての論文を、 発表した。柳町はその新しい体細胞クローン作成法を開発地にちなみ、ホノルルテクニックと名付けた。最初に生まれたマウスは卵球細胞の核を用いて作成され、卵球細胞にちなみ、キューミューリーナと名付けられた。この論文が出た時には、この新しい体細胞クローン技術を用いて3世代50匹以上の クローンマウスがすでに誕生していた。ハワイ大学の研究室は窓のない倉庫を改造した場所に30年以上あったが、そこから医学部に新築されたインスティチュートフォーバイジェニシスリサーチ内に移動した。この新しい研究所への移動はこれまでの地道かつ革新的な研究業績によって一層有名になり、大型研究費が獲得できたために実現した。 柳町の研究チームは現在まで体細胞クローン動物作成の技術革新に取り組んでいる。最初に生体の細胞由来のオス動物のクローンを発表したのは1999年だが2004年には研究チームは有性不妊動物からのクローン作成に取り組んだ。この不妊動物からのクローン作成技術は人不妊症の基礎研究に応用が期待されている。 対細胞クローンマウス作成法、ホノルルテクニックは、ハワイ州ホノルルにある、ビショップミュージアムとイリノイ州シカゴにあるマム、オブサイエンスインダストリーで展示されている。柳町は哺乳類の生殖の研究を1960年から始めたが、それ以前は、巨類の生殖や、甲殻類の生と生活史の研究を行った。ニシンの研究では、生死は、 ca に濃度依存的に運動性を獲得し、生殖口から侵入し、受精が成立することを発見した。寄生性不実母の研究では、それまで私有動態と思われていた、この生物の生槽が体化したオスであることを発見した。この発見は、この種や関連種の生活史、あるいは性の本質を理解する上で、画期的なものであった。1960年以後、 柳町の業績は主に哺乳類の生殖過程の気候解析及びそれらを基盤とした生殖補助技術の開発が挙げられる。柳町の表した創設、哺乳類の受精はこの分野における古典的名著とされる。柳町の研究グループが開発した顕微受精はいろいろなタイプの非という政府認証に対する有用な治療戦略となっている。その基礎研究として、 柳町らは未熟な優性配偶者あるいは凍結乾燥精子を用いた顕微受精を用いて世界に先駆け正常人成功を得ることに成功している。柳町は2005年に研究の第一線からは退いたが名誉教授になってからも毎日オフィスへ出勤し、哺乳類の受精、生殖あるいは魚類、昆虫類の受精について仕事を続けている。 読売年間2016年版 P435 ハット AB インタビュー輝く人ハワイ大学名誉教授生物学者柳町隆造博士2020年8月4日閲覧 ABC 読売新聞1998年7月30日長官34面 AB ホノルルスターブレティンローカルニュースハット ABC きなきあらた、バニン,ンザニュース pushing the boundaries of reproductive biology, ニューヨークタイムズハットクローニングパイオニアイズフォーカスドクリエイティブインヒズリサーチハット UH チームメイクスクローニングアドバンスザホノルルアドバタイザーハワイズニュースペーパー。Iser, ありがとうございます。